大豆。大豆。学名は豆科の一年草。完熟種子は主に作油の原料となり、脱脂後の絞りかす、大豆かすは、飼料として利用されている。食用にもなり特に東アジアでは、様々な利用形態が発達している。未成熟の種子を枝豆と呼ぶ。農作物として、世界中で広く栽培されている。日本には、 縄文時代に存在したと思われる大豆の出土例があり、古事記にも大豆の記録が記載されている。大豆種子には苦味成分であるサポニン、大豆サポニンが多く含まれており、人類の主食にまではなっていないが、植物の中では唯一肉に匹敵するだけのタンパク質を含有する特徴から近年の世界的な健康志向の中でミラクルフードとして脚光を浴びている。 日本、ドイツでは、畑の、牛、肉、アメリカ合衆国では、大地の黄金とも呼ばれている。また、日本料理や、その調味料の原材料として、中心的役割を果たしている。口実。菜食主義や摂生を禁じた宗教においては、植物性のタンパク源として利用され、精進料理においても徴用されたことで、多くの加工食品が生み出された。 加工食品の技術が上がるにつれて、肉を模した代替食品としても注目されている。古くからの在来種、固定種が多く現存している。両性花なので自家受粉可能であり、自家採取のしやすい植物である。その反面、葉の多化や生育不良や収穫減少などの連作障害を起こしやすいため、各年、または2年ごとに臨作を行い、 違う作物を作付けし、連作を避けるか、連作を行うために、土壌消毒や土壌改善を行う等の対策を狙わねばならない。日本国内においては、このことが、栽培規模拡大への障害の一つとなっている。連作障害には、大豆シスト戦中が関与していると考えられている。もともと極端に耐質性が高い作物ではないため、稲作との臨作では、 水田地形特有の過剰な水分や乾水などが、大豆の生育に影響を与えることがある。多くの場合、畝を高く盛ることで対応するが、アメリカの地帯などの大規模な湿地帯の農家では、対応が難しく死活問題となる。このため、体質性の強さに着目した品種の導入や、改良も試みられている。大豆を含む一部の豆科植物は根に根粒もしくは、 茎に茎粒を持ち、根粒菌という細菌が共生している。根粒菌は植物からリンゴ酸などの効率の良い,い栄養分をもらって生活の場を提供してもらう代わりに大気中の窒素を植物にとって使いやすいアンボニアに転換、窒素固定する。窒素は植物にとって必須元素であり、肥料として取り入れる成分の一つであるが、自然界では一部の細菌とかなどでしか、 使用可能形態に転換できない。根キ菌はその能力が高いため、それを持つ植物は自ら窒素肥料を作ることができることになり、痩せている土地でもよく育つものが多い。大豆も根キ菌との共生により十分な量の窒素分を吸収し、豊富なアミノ酸を産生でき、大豆はその種子に他の植物には見られないような豊富なタンク質を含有させている。 強制成立までの過程において、ノットファクターと需要帯による経路といい型分泌系による経路の複数の経路があることが解明されている。大豆は20世紀初頭までは東アジアに限られた主に食用の作物であった。20世紀に入り有料作物及び飼料作物として世界に生産が広まり、世紀後半には生産量が急拡大し。 21世紀には、大豆と脱脂大豆を合わせた、公益重量は長らく世界最大の公益作物で、ある小麦と並ぶ量となった。原産地は東アジアである。日本にも自生しているツルマメが原種と考えられている。遺伝学的研究によれば、東アジアの複数の地域で野生ツルマメからの栽培化が進行し、日本も起源地の一つである。 2010年代の考古学的研究では、アジアでも他の地域に先駆けて、大豆の栽培が進行した可能性が判明しており、他の起源地は中国や朝鮮半島である。縄文時代中期、起源前4000年後半より、日本列島での栽培が見られることが2015年の研究で判明し、この時期以降に野生種からの人為的な栽培に特徴的な種子の大型化が見られる。 2007年には、縄文時代後期中頃、日本列島においては、縄文時代において、小豆や緑豆などの単化種種が検出されているため、豆類の利用が行われていたことが判明していた。山梨県の酒飲み媒石から出土した土器の大豆圧根は、蛇体装飾の取っ手部分から検出されており、これは偶然混入したものではなく、意図的に練り込まれた可能性が想定されており、 その祭祀的意図をめぐっても注目されている。中国や日本などでは米、麦、族、冷え、豆、大豆を五穀として徴用されている。ヨーロッパやアメリカに伝わったのは意外にも新しく、ヨーロッパには18世紀、アメリカには19世紀のことである。ヨーロッパに大豆の存在を伝えたのはエンゲルベルト・ケンペルだと言われおり、彼が長崎から帰国した後、 1712年に出版した開国期間において大豆種子を醤油の原料として紹介した。ヨーロッパでは1739年にフランスでの試作、アメリカでは1804年にペンシルベニア州での試作が最初の栽培とされている。ヨーロッパでそれ以前に大豆の存在を知られていなかった理由として、すでに他の豆類が栽培されていたことや土壌が合わなかったこと、 混流菌が土壌にない場合があったことなどが挙げられている。大豆が電波後19世紀にかけては、アジア圏以外では重要な作物とはみなされておらず、緑肥や飼料作物としての生産に止まっていた。20世紀に入り作油用の需要が拡大していった。ヘンリー・ホードは、油脂の採取、繊維、プラスチックの開発目的で、大豆農園を経営していた。作物、 油量作物として注目されるようになったのは1920年代以降であり、ヨーロッパで食料として初めて収穫されたのは1929年とされる。アメリカで本格的に大豆が栽培されるようになったのは1915年にの侵入によってアメリカ南部の綿花が大打撃を受け、それまでアメリカの製油業の中心であった綿実油が不足してからである。またに変わる。 新たな生油材料として、それまでも徐々に栽培を拡大させてきた大豆は一気に脚光を浴びることとなった。1920年代には生油用や飼料用としての需要の高まりにより、さらに大規模に栽培されるようになった。第二次世界大戦後、アメリカは世界最大の大豆生産国となったが、1973年に大豆の輸出規制を実施。 大豆の消費の多くをアメリカからの輸入品に頼っていた日本は輸入国の多様化を図る必要性に迫られた。当時の田中角栄政権はブラジルで放棄されてきた内陸部のサバンナ地帯セラード着目大豆生産を働きかけたところ軌道に乗り2010年代のブラジルはアメリカに匹敵する規模の大豆生産国となった。 タンパク質含有量の高い大豆種子は用途が広く様々な食品の製造に加工されている。そのタンパク質以外の成分である脂質からは食用油以外にもレシチンなどが抽出され利用されている。原産地である東アジアでは大豆、中国、日本、木豆、関東語、語と呼ばれている。その他の多くの地域では東アジアにおける名称とは異なった。 水、ソヤ、もしくはそれに類似した古障が使われている。この水の起源は日本語の醤油であると考えられている。その経緯は17世紀にオランダが日本との通称を通して醤油をソヤとしてヨーロッへ紹介したことに遡る。英国においても17世紀の文献に醤油を、最後、広東ごしやう起源か、水とした記述が見られる。 その後20世紀に入るまで、水とは醤油を意味する単語であった。20世紀に入り、東アジア以外の国で大豆が主に油料作物、飼料作物として栽培、利用されるようになり、醤油の原料であることから英語では、水瓶、または、ソヤビーン、他の国でも同様に呼ばれるようになった。大豆の生産は20世紀初頭、第二次世界大戦前までは中国特に、 東北地方、満州国が世界最大の生産国であり、輸出国であった。大豆の輸入が途絶えた米国では、国内での生産へシフトし、戦後から20世紀後半にかけて、世界最大の生産、輸出国となった。21世紀に入り増加し続ける需要に高騰し、ブラジルアルゼンチンと南米各国で生産が、拡大していった。大豆は生産、輸出トン数では、 トウモロコシや小麦には及ばないが、輸出金額ではトウモロコシや小麦を抜いて世界最大の公益作物となっている。米国の2017年の作物輸出金額の1位は大豆で216億ドル、2位はトウモロコシの91億ドルであった。ブラジルは世界最大のコーヒー豆と砂糖キビの生産国であるが輸出金額トップは大豆で190億ドル。 砂糖は百四億ドル、コーヒー豆は四十八億ドルであった。アルゼンチンでも大豆製品の輸出金額は、ダッシュ大豆百億ドル、オーゴ四十一億ドル、丸大豆三十二億ドルの計百七十三億ドルで二位のトウモロコシ四十二億ドルを大きく引き離している。日本は現在大部分を輸入に頼っているため、二千三年に世界的不作から価格が高騰した時には、 大きな影響を受けた。最大の生産国はアメリカ合衆国、ついでブラジル、アルゼンチン、中華人民共和国と続く。アメリカの大豆生産量は増減が激しいが、近年アルゼンチンとブラジルの大豆生産量が大きな伸びを示している。輸出国はアメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、カナダの順である。日本の輸入量は 中華人民共和国 EU27 カ国に次ぐ世界第3位である。中華人民共和国では経済成長に伴う食生活の変化により消費量が増加しており、これからも増え続けると見られている。この需要に応えるため、ブラジルでは天然林伐採を伴う大豆農地の拡大岩でおり問題視されている。また、大豆農場は一つの農場あたりに必要とされる。 労働者が少ないため、失業問題にもつながっている。日本国内の大豆生産量は、平成22年度で22万2800トンであり、県別では、北海道が5万7100トンで、最大産地となっており、以下宮城県の1万8100トン、佐賀県の1万7700トン、福岡県の1万6100トンと続く。日本で、 大豆生産量が1万トンを超えるのはこの4道県のみである。平成26年では23万1800トンであり、県別では北海道が7万3600、以下宮城県19、300、佐賀県1万5300、福岡県1万4300となっている。平均収量は北海道2 3 3ラム、1 0 r 佐賀、 2 2 9ラム1 0 r 福岡1 9 8ラム1 0 r の順で収穫量の上位の収量が多い。中国は世界の大豆生産量の6割を輸入する大消費地であるが、その輸入先の3割はアメリカ合衆国となっていた。2018年、両国間で貿易摩擦問題が深刻化し、 アメリカが中国産品に追加関税をかけることを予告すると中国もアメリカ産大豆を含む報復関税対象リストを発表春先には大豆市場の価格が2割近く下落する動きが見られた結果的に同年7月にはアメリカと中国で追加関税報復関税をかけ合う米中貿易戦争2018年に発展し大豆が 経済戦争上の戦略物資の一つとして注目を浴びた。なお、中国が大豆を含む報復関税対象リストを発表した時点では、すでにアメリカの農家は大豆の作付け準備が終わっており、今後、中国の需要を見込んだアメリカ産大豆の在庫が積み上がり値の下落圧力となる可能性があること、また、中国の需要を満たすため各国の作付け面積が増やすなど、 国際的な大豆の生産消費に大きな変化が生じることが予想されている。2007年の大豆の世界消費は、王募製造用が87%と圧倒的多数を占め、次いで飼料用が7%、食用が6%となっている。また、大豆から油を絞った後の大豆絞りカスも、飼料として価値が高く、世界の穀物取引の中心である。 シカゴ商品取引所には、大豆と、大豆絞りカス、大豆、ミールが共に上場され、盛んに取引されている。以下は2013年度の全世界の大豆の需要供給の収支表である。大豆の総生産量は2億7836万トンで、その38.4%の1億692万トンが輸出された。 輸入量が1億209万トン、在庫変動がプラス608万トンであった。以上のように大豆の第一次用途の最大のものは、作油用の85%であり、食用は4%に達しない。大豆油の食用分9.1%を加味しても、総生産重量の約13%しか人の食用となっていない。一方で、飼料用途では、 未加工大豆で6.53%、大豆、ミールで65.76%の合計72.29%が使われており、重量の観点からは、大豆は飼料作物である。飼料、食用に次ぐ3番目の用途は、大豆油のその他の6.53%で、これはバイオディーゼルや化学工業用である。近年飼料や、 バイオディーゼルとしての需要が拡大し続けており、食用の比率は年々低下している。日本国内の大豆消費量は二千五年度に五百三十四万八千トンであり、このうち応募用が四百二十九万六千トン、食用が百五万二千トンである。大豆が基幹食料となっている日本では、食用消費の占める割合が世界消費に比べかなり多くなっているが、 それでも20%弱に過ぎない。日本国内の食用消費の内訳は、豆腐が49万6000トンで半数近くを占め、ついで味噌、醤油用が17万1000トン、納豆用が13万6000トン、煮豆や、惣菜用が3万3000トン、その他が21万5000トンとなっている。国産大豆は、食用消費の21%を占めている。大豆種子は、タンパク質。 脂質及び炭水化物を豊富に含んでおり、主にその脂質とタンパク質を食用及び飼料用に利用するために大規模に生産され利用されている。大豆種子貯蔵タンパク質のアミノ酸残基組成において、元流アミノ酸であるメチオニンとシステイン残基が少なく、それらは制限アミノ酸となっていると言われたことがある。そのため、タンパク質の有効利用効率を示すアミノ酸スコアや プロテインスコアを下げていると言われていた。しかし、これらは成長期のラットに基づく数値であり、その後、人に基づく数値に置き換えられ、具体的には、大豆のアミノ酸スコアが1973年には86点だったものが、1985年には100点と変更された。大豆は牛乳や卵と同等の良質なタンパク質であるとの評価を得ている。 多くの豆化植物の種子と同様に、大豆種子中には、有毒なタンパク質性のプロテアーゼインヒビター、プロテアーゼ阻害剤、トリプシンインヒビター、セリンプロテアーゼインヒビター、セルピンやアミラーゼインヒビター、クルコシダーゼ阻害剤やレクチンが含まれて、消化を阻害するため、生殖はできない。トリプシンインヒビターを含むものを接触すると、消化不良を起こし蹴りすることがある。 そのため、加熱して、プロテアーゼインヒビターや、アミラーゼインヒビターを編成、失活させて消化吸効率を上げている。なお、加熱してもプロテアーゼインヒビターの失活は十分ではないので、納豆菌などを繁殖させて、納豆菌の分泌するプロテアーゼによって、大豆種子中のタンパク質と、共タンパク質性のトリプシンインヒビターを分解させると、分解された。 タンパク質と相まって消化酵素であるトリプシンが正常に機能してタンパク質の消化吸収効率が増大する。トリプシンインヒビター活性の高い生大豆を飼料としてラットに摂取させると成長阻害や水臓被害などの有害作用が引き起こされることが報告されている。この水臓被害は腸内で阻害されるトリプシンを補うための水臓の 機能更新の結果として生じると考えられる。生大豆庫はラットの水臓岩と相関することが知られているが、加熱調理済みの大豆庫の発岩性は認められていない。大豆が人の水臓岩を促進する可能性があるかどうかの研究はまだ十分でないため不明である。ラットに与えられている大豆の量は人間が通常接触する量に比べてはるかに大きい。 大豆乳の加熱処理について、摂氏100度10分間の加熱処理した。大豆乳には、加熱未処理資料のトリプシンインヒビター活性の約34%が残存し、また、摂氏100度20分間では約30%、摂氏120度10分間では約10%、摂氏120度20分間でも約5%のトリプシンインヒビター活性が残存した。 黒大豆を摂取95度で加熱した場合のトリプシーインヒビターの活性変化について1%の NACL 食塩に溶液中16%の初等溶液中ではいずれも60分の加熱でトリプシーインヒビターの70%の性が残存していたが0.1%の重層溶液中の45部の加熱でトリプシーインヒビターの活性は 完全に失われた。大豆から得られるオー子は、パーム油に次ぐ代表的な食用油であり、大豆需要の87%を占めている。主要な生産国は、中国、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンで、上位5カ国で8割を占める。日本では、ナタネ油が好まれるため、オー子の生産量は40万トン前後と、ナタネ油の半分以下に止まる。近年では、 環境配慮型の素材とされる大豆インキの原料としての需要も拡大している。残砂の大豆カスは醤油の原料や家畜の飼料、大豆、ミールとしてアラタンパク質源に利用されていたが、最近はヘルシーを売りにした小麦粉代替食品としても拡販が進んでいる。飼料としての大豆はタンパク質源として良質で肉牛を超えさせたり、 鳥の産卵率を上昇させるのに大きく寄与している。ただし、含有タンパク質中のメチオニンやシステイン残基含量が少ないた、タンパク質の有効利用効率を上げるために、メチオニンやシステインを多く含む他の飼料と混合して利用されている。近年、特に BSE 問題によって、飼料のタンパク質源として肉骨粉の利用が規制入れたため、肉骨粉に変わる。 タンパク質源として大豆種子の需要は増している。かつては温帯、亜熱帯でしか栽培可能でなかったが、技術の向上により栽培できる地域が拡大した。大豆種子、大豆はタンパク質や脂肪、鉄分、カルシウムなどミネラルを多く含む。日本では色々な形に加工され、利用されている。まず、大豆を暗所で発芽させると、もやし、 未熟大豆を枝ごと収穫し茹でると枝豆、さらに育てて完熟したら大豆となる。大豆を絞ると、黄ご、油を絞ったカスは大豆カスとして、食用、醤油製造や飼料へ、いって粉にするときなこ、蒸した大豆を麹菌と大塩性酵母で発酵させると醤油、味噌、また蒸した大豆を納豆菌で発酵させると納豆となる。熟した大豆を 加水、紳士、発災、加熱したものを絞ると液体は豆乳、その残りはおから豆乳を温めて、ラムスデン現象によって液面に形成され、膜を湯ば、にがりを入れて、塩石で、タンパク質を固めると、豆腐、豆腐を揚げると、油揚げ、厚揚げ、焼くと、焼き豆腐、凍らせて、シミ、高の豆腐となる。大豆には、サポニン水溶性の低分子化合物や、 タンパク質性のプロテアーゼインヒビターや、アミラーゼインヒビターや、レクチンなどの有毒成分が含まれており、これらの加工には有毒成分の除去や、下毒の意味もある。蒸した黒豆、黒大豆を発酵させてから乾燥させたものは、酵、酵子、別名、豆、寿司という気薬であり、等口径工程による、名油別録には、として集裁されている。酵には発汗作用、 牽引作用があるとされ、抗を含有する、漢方薬には、口なし油、ウリフヘタ酸などがある。本来、黒豆の発酵、乾燥品を用いるが、現在では納豆を乾燥させたものを代用する。現在日本でよく知られている、大豆加工食品には、以下のようなものがある。大豆オリゴ糖を含み成長作用がある。大豆オリゴ糖を、関与成分とした、 特定保険用食品が許可されている。大豆をよく食べる女性グループで脳梗塞、心筋梗塞のリスクが低下した。疫学調査では、大豆の摂取は肥満及び閉経後女性で糖尿病発症のリスクが低下するものの、全体としては糖尿病発症との関連なしとされた。デザイナーフーズ計画のピラミッドの一群に属し、生姜と共に、 がん予防効果のある食材の第3位として位置づけられていた。2006年3月27日、アメリカ合衆国の健康専門月刊誌、ヘルスニオ、世界の5大健康食品が発表され、スペインのオリーブ油、日本の大豆、ギリシャのヨーグルト、インドのダール、豆、料理、大韓民国のキムチの5品目が選出された。順天堂大学の研究によれば、 納豆の接触頻度と月経状態、月経随反症状は優位の関係が見られ、接触頻度の増加は症状を軽減させている可能性があるとしている。オスの2型糖尿病マウスに大豆サポニン A グループと大豆サポニン B グループを別々に投与したところ、大豆サポニン B グループに血糖値上昇抑制作用は認められたが、 大豆サポニー A グループにはその策は認められなかった。前年例では、鶏卵38.7%、牛乳20.9%、小麦12.1%が3大アレルゲン、ピーナッツと魚卵を足し5大アレルゲンであり大豆は1.5%の11位である。アナフィラキシーショックを起こす可能性があるため、アトピーやズダなどアレルギー素因のあるものは 注意が必要である。大豆イソフラボンとは、大豆に含まれる、ゲニステイン、ダイゼイン、グリシテインなどのイソフラボンの総称で、弱い女性ホルモン作用を示すことから骨粗鬆症や、高年期障害の軽減が期待できる。イソフラボンは人に対する悪影響も懸念されており、詳しくはイソフラボンを参照、内閣府食品安全委員会は、食品とサプリメントを合わせた。 安全な1日摂取目安量の上限値を、1日あたり70から7 5ラムに設定している。なお、日本人の食品由来の大豆イソフラボン摂取量は15から2 2ラム、多い人でも40から4 5ラム程度である。BSE 問題が健在した結果、それまで畜産資料として利用されていた肉骨粉の利用が規制され、 それに伴い肉骨粉に代わるタンパク質源として大豆種子の利用が急激に増えた。需要が急増したため南米諸国、特にブラジルやアルゼンチンでの栽培が増えた。その結果アマゾンの熱帯雨林において大豆生産のためのプランテーションの大規模な開発が行われており、それによる森林の消失が問題になっている。日本においては 節分の日に行った大豆をまく豆まきの風習がある。大豆の生豆を噛みつぶし、それを子供の頭の上に塗ると缶の虫が切れるという風習が長野県秋山郷地方に伝承されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。